イザベラ・オブ・イングランドは、神聖ローマ皇帝兼シチリア王フリードリヒ2世の3度目の皇后、エリザベスとも呼ばれた。ドイツ5名、イザベラ・フォン・エングラント、イタリア5名、イザベッラ・ディンギル・テルラ。父は、イングランド・オージョン、母は、イザベラ・オブ・アングレーム。兄に、ヘンリー3世、コーンウォール博・伯リチャード、姉に、スコットランド・王ヒジョンがいる。また、 フリードリヒ2世のいとこにあたるシチリアをクリエルム2世のヒジョーンはおばにあたる。リエーティでローマ教皇グレゴリウス9世と勘断していたフリードリヒ2世はイングランド王女イザベラを後添えにどうかと示唆された。当初はの結婚をフランスとの同盟関係が失われると考えたがイングランドの協力を得る方が得策と考え直し承諾した。 母譲りの美貌と言われた21歳のイザベラは、二度妻に先立たれた40歳の皇帝のもとへ旅だった。花嫁の一行は、ケルンを通過し、イザベラは、伝統的な厚いベールをあげて顔を見せたため、現地の女性たちに喜ばれた。二人は1235年に結婚した。しかし結婚するとすぐに、イザベラは、ムーア人の観岸に管理された、外と隔離された暮らしが始まった。 二人の結婚は政略であり、イザベラに随行してきた二人のイングランド人女官を除いて、たは全員帰国させられた。イザベラは四人の子供を産んだが、マルガレーテのみが成人した。イザベラは、ノベンタにある住居に住み、フリードリヒ二世はそこへ定期的に通った。彼女の兄コーンウォールハクリチャードが十字軍から帰還して、フリードリヒ二世の宮廷へやってきたとき、 普段は公的な場所へ出ることの許されないイザベラに会うことが許された。フォッチャの宮廷でイザベラは出産後に死亡した。彼女はアンドリア大聖堂の中の墓所へ埋葬された。娘のマルガレータはチューリンゲンハクアルブレヒト2世と結婚した。ありがとうございます。